スプリングフィールド M1863 は1863年から1865年にかけてスプリングフィールド造兵賞で製造された58後継のマスケットライフル銃。M1863 はスプリングフィールド M1861 のマイナーチェンジモデルである。このためしばしば M1861 のバリエーションの一つと分類されることがある。 M1861 はすべてのバリエーションを含めて70万丁が製造され、南北戦争で最も多く使用された小銃であった。M1863 はスプリングフィールド造兵賞で製造された最後の前装式小銃である。M1863 には2つのバリエーションがあった。タイプ I はバンドスプリングを廃止し、楕円形のクランプバンドを持つ、 平らな重心バンドを採用した。また、新型のサクツへ、焼き入れしたロック、新型の撃鉄、再設計したボルスターも採用された。これらの改良のうちのいくつかは、コルト社が製造した M1861 である、コルトスペシャルに基づくものであった。1863年に273,265丁のタイプ I が製造された。 タイプ2はしばしば M1864 と呼ばれることがあるが、通常は M1863 のバリエーションとみなされる。タイプ2では硬い楕円バンドに代わって、再びバンドスプリングが採用され、3リーフ式の標準機を1リーフ式に改めた。1864年から1865年にかけて255,040丁のタイプ2が製造された。 南北戦争終了前に前装式の小銃は時代遅れで廃棄すべきとみなされた。南北戦争後、多くの M1863 が5装式のトラップドアスプリングフィールドに改造された。前装式の発射速度は毎分3から4発であるが5装式にしたことにより毎分8から10発に向上した。M1863 を ご葬式に改造するための費用は5ドル程度であり、新たに小銃を製造する費用は20ドルであった。したがって、改造 M1863 は、アメリカ軍にとって大きなコスト削減となった。ありがとうございます。